狂言師の重山茂です。はい、そしてご存知重山道治です。ご存知なのか。そう、ワッツです。ワッツ、ああそっちは、まあ、ご存知の方はご存知ですね。はい、今年、あ、来年ですね、来年2013年1月、お正月にはまた、新春天空狂言がやってまいります。はい、もう毎年の通り1月1日の初っ端はですね、三番荘からめでたく幕を開けると。はい、ね、おじいさんから受け継いだ三番荘、なんかまた今年もですね、はい、はい、やります、やります。どうですか。割としんどいです。それは三番荘やからね、うん、三番荘やからね。まあめでたくね迎えられるといいですね。でも毎年三番荘回っていいよね、正月から。そう、もう決まってるとね。僕らなんか大体、まあ、3日のね神社の奉納とかあっても大体何年かに一遍しか、まあ何年かに一遍ですね。もう毎年こうあなたの舞台は三番荘からだけど、ね、去年より下手になってないようにこう頑張りたいと思います。いや、もちろん大丈夫だと思うんですけどね、皆さんもね、こう毎年ね道治君の三番荘にあやかって、見ていただいてですね、しあの、まあ、いい一年でね始めていただきたいと思いますけども、まあ、その他、はい、三番荘の他はですね、カギルとダンゴムコというちょっと珍しい新作競技が出ますけどね。ダンゴムコ、はい、これはね、なんか佐治村っていうところの民話をですね、はい、元にうちの千三郎が作った新作狂言ですね。うん、まあ、元はですね、岡太夫という狂言が元になっていて、まあ、それに、まあ、団子の話を、その民話をこうコラボレーションした感じですね。珍しい、まあ、で、まあ、ですね、まあ、久しぶりの再演でございますね。はい、はい、で2日目は、新種特訓がありまして、はい、末広がりと、まあ、これもまたお正月らしい、まあ、おめでたいもんということでしょう ね、やっぱり、うん、で末広がりで、まあ、2日目はめでたく幕を開けまして、はい、その次は河原太郎。河原太郎、はい、もううちの代表的な狂言ですね、これ。ほんま見たこともないんやけど。まあ、河原太郎っていう人が出てくる出てくるんでしょう。出てくるんでしょうね、おそらくね。あの、なんかこう道具で、あ、僕出ますね。出るよ、出るよ、出るよ。女房役で出るよ、割と重要な役っぽいで。あのね、あ、しかも河原太郎じゃなくて太郎って言ったよね。太郎と女房とあたりの男、ほら、これ重要な役だって。まあこれは面白いと思います。本当にもう何十年かぶりで出る狂言らしくってですね。なるほど。何年、それこそもう10年ぐらい前に東京の国立の劇場で1回再演が、演じられた、上演があったみたいなんですけども、それがもう何十年かぶりという。ほう、まあ、だからまあめでたいんでしょうね、新種の話なんで、新種ができる時の話なんでしょう。ほう、なので、まあそういった、まあめでたい感じなんでしょうね。はい、ね、お正月にふさわしい狂言だと思うんですけども、あの、まあ、内容はぜひこう会場に来てチェックしてくださいね。まあ狂言なんでね、おそらく面白いはずです。はい、で3つ目の狂言はですね、二人バカマン。二人バカマン、これは面白い、これは面白い、これは面白い。おー、もう誰がやっても面白い、誰がやっても面白いね。なるほど。そう、まあ、向こうが一平、兄が政邦という、ちょっと変わったね、組み合わせで。なるほど。実の兄弟ではない組み合わせですね、いとこ、はい、いとこ同士で組み合わせでやろうということで、3日目は道治君と僕はですね、恵比寿毘沙門という、これもちょっと、まあそんなに出ないわけではないけども、まあまあ珍しい狂言ですね。まあまあ珍しいですね。何年かに1回ぐらいしか出てこない狂言ですけどね。恵比寿毘沙門、恵比寿さんと毘沙門さんが、まあ喧嘩をすると。そうですね、で、その喧嘩になる要因が、ね、宇徳人のところにすごい、まあ、美しい娘さんがいると、うん、その婿さんを募集しはると、はい、ね、そうそう、婿になりたい人って、できれば徳の高い方にですね、婿になってほしいという願かけにかはんね。確かに、江戸さんところと江戸さんところと毘沙門さんところに、その神頼みにかかるね、規制をかけた。そうすると江戸さんと毘沙門さんが、じゃあわしがなったろうと。そうそう、どうやら あそこの娘は可愛いらしいと、しかもらしいで来るからね。そうらしい、そう、可愛いらしい、聞けば美人じゃというによってっていうセリフですからね。そうそう、実際はどうか知らない、そう、実際は知らないけども、なんか美人らしいから、そこの向こうになろうと言ってですね、エベスさんと毘沙門さんが来ると、はい、本人が登場すると。そうです ね、まあ奇想天外な話でございますけども、はい、まあ、毘沙門さんからの車つながりなのこれ。おー、違うの。そうで、車に参らはるんですね。
はあ、なるほど。ね、で3つ目の狂言が、うん、何のつながりもない風呂敷。あ、そう、うん、風呂敷ね、うん、これはもうあの、まあ、これもよく落語、落語、もともと落語の題材で、あの、まあ、よくやるあの死神というね、落語から取った狂言がありますけども、うん、その、まあ、死神の作者である本橋正則さんが書かれている風呂敷という、うん、はい、狂言で、まあ、これもよくできてる狂言ですね。そうですね、なかなか面白い狂言で、本橋さんのどれもよくできてますね。ね、やっぱり狂言を知ってて、落語を知ってて、それをうまいことこうミックスされてですね、うん、古典落語をうまいこと狂言にされてるなという感じですね、うん、本当に今回はもう9番が9番とも割とめでたいか、あ、風呂敷は違うな風呂敷以外は割とめでたいね、お正月らしい狂言がずらっと、うんうん、ずらっと並んでる感じでございますので、ね、皆さんもですね、ぜひ、会場に、ね、大阪の音楽会館に足を運んでいただきまして、気分だけはね、お正月で行きたいものですね。はい、そうですね、めでたく、はい、ね、2013年を、皆さんと一緒にですね、笑い始めさせていただきたいと思います。はい、お正月は新春天空狂言でお待ちしております。お待ちしております。